はい、こんにちは。華道家の宮本理丈です。今日はお家にあるような花瓶を使って投げ入れの生け花をしてみたいと思います。やっぱり剣山が、ね、お家にはなかったりして花瓶に生けるケースが多いと思うので、皆さんでも真似できるようなさらにプロっぽいみたいな生け花を紹介していけたらいいかなと思っています。またお花も身近に手に入るような花材を使ってやってみたいと思うので、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは生けてみましょう。今日はホワイトボードを使って生け花の計画を解説していきたいと思います。これまず正面からの図ですね。長しがという枝ねが長い形、2番目に長いのが芯、そして受けとなります。バランスで言うと3対2対1みたいな感じになるといいですね。で、お花が、高いお花、低いお花入ってきます。で、こう下に書いてあるのはねじめというグリーンですね。こう点々点はちょっと小花を用意したいと思います。頂点から真上から見た図ですね。枝先の方向、流しは斜め前に出ます。芯はまあ真横か、まあ、若干後ろめぐらいですかねっていう感じです。受けはもっと角度がつくと60度ぐらいですかね。そんな方向に頂点から見るといきます。それとちょっと横からの図ですけど、これはお花は前に出したいってことですね。この低い方のお花ですね、まあ、前に出したいので、このまま花瓶の底に足がつくと立ち上がってしまうので、ここで切っていいんですが、ここは安定させるために足をつけるということをやっていきたいと思います。で、花材はサンゴミズキ、ピンポン菊、そしてデルフィニウムとドラセナを使ってやってみたいと思いますので、はい、じゃあいけてみたいと思います。皆さんには一緒に正面見ながらっていう感じですね。今日はまずは流し、だいたい花器の2倍ぐらい出したいですね。これちょっと先端を落としますか。今斜めに伸ばすので、まあ、こんな感じ、ここが口元くる感じですよね。でこれは折ると、ここでねパキッと、こんぐらい折っちゃっていいですね。若干こうカーブを作ってあげる感じですかね。少しね、これ流し、これがまあ基準になると、これの3対2対1みたいなのを作っていきたいと思います。これだとまだ長いですね。もうちょっと切る。よいしょ。これで今2本目ね、芯が入ってた。そして受けは今度は1ぐらいですね。3対2対1。ここに前に来るってやつですね。これでもう少し自分側に溜めていくんですけど、ちょっとこういうサンゴミズキみたいな時は切りだめっていうのをやりますね。これ今こうまっすぐじゃないですか。これをまあさっきまあこうやってもいいんだけど、戻っちゃう時なんかはこうハサミ皮1枚入れていく感じですね。4箇所入れたのかな。ここをこうグッと、グッと3箇所ね。するとまあこうなりましたよね。じゃあ少し戻してあげながら、そうすると自分側に傾いてたのが分かりますね。さっき上からの頂点からの図ってあったじゃないですか。それ通りになってるかどうか。流し、まあ、芯、受けと頂点からの図と合ってますかね。次にお花入れていきたいと思います。ピンポン菊ですね。これまあ使いやすいっていうのはどっから見ても可愛いと、
あ、これちょっとでも首曲がってますね。こういう時はこっち向きにうまくなるように見えるといいんだけど。1本目、ちょっと今こう前のめりになってるかなって思ってますけど、後で他の入れながらちょっと後ろに下げるようなね。投げ入れはあの終わり良ければ全て良しで、最後整えるみたいなのがありますね。途中でね、あんま気にしないでどんどん前に進むと。ちょっとじゃあ今横向きにしますね。このお花をこう横から見た時にここで止めたいと。だからここで切っちゃうってことですね。で実際これで止まんないこともないんだけど、まあこうやってひっくり返っちゃったりね、落ちてっちゃったりしますよね。それをまあ防止するために足をつけると。まず斜めに切ると。で半分に割ります。ちょっと深めに割るといいですね。これが浅いとこの洗濯バサミが強すぎるというか、茎を傷めてしまうので、もう一回お花の角度見ながらこっち向きでいいかということでセットする。そしたらここにワイヤーをこうたすき掛けですね、何回転1回でいいかな。グッとねじる。ちょっと強めに押し込みながらねじる感じですね。そしたらできるとこうなるってことですね。まあ抜けなければいいかなって感じなので、そんなにこうがんじがらめにしないでいいですね。これであとは高さ考えてもうちょっと切ろうかなって感じですね。で入れると。ちょっとまだ前に来すぎかな。こんな感じですね、はい。で今この5本が今入ったところですね。ここにあしらい、あと葉っぱですね、ねじめ入れていきたいと思います。このあしらい入れながら整えていくっていう意味合いもありますね。今日はデルフィニウム、これはあのお花自体も軽いので一番下まで刺す必要はない、むしろ刺さない方がいい角度がつくのでいいですよね。下行く時にこうさっき入れたのをちょっと持ち上げてあげたり しながらこう滑り込ませていくといいですね。どん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 上に乗っけていくだけなので、こうしっかり下に潜らせれると安定感も出ながら入れれると。このお花はちょっと後ろに下げたかったねっていうお花なので、この前に入れてみたりするとお花の位置の調整もしながらあしらいが入れれると。あと後ろですね、今欲しいなと思ったら後ろね、この子持ちますかね。メインのお花の間、下、後ろに入れていくって感じですね。で最後ねじめ、葉っぱですね。これはね、こっち側ね、流し側は長くていいよねって感じです。受け側は短くしたいですね。だから葉っぱのカットを後でしたいと思います。あとこのね、意外とここ茎というか太いの分かる、これはねスライスするといいですね。こう薄く細くして、こうすると花瓶の中で変にぶつかりがなくなるのでスッと入れれますよね。これがドラセナコ切ったばっかりだと結構ゴツゴツしてるというか中で当たりがあるので、これはスライス案件ですと。こう薄くしてあげると。あとカットの仕方ね、ちょっとこれじゃあ大きいなって時はカットをすると。もうほとんど畳を滑らす感じですね。若干ひょいって他のを上げて滑り込ませていくような切り方ですね。しらいとかね、落ちてくる時ありますんで、もう一回他のを入れるとね、救出しながらやったりしますね。今度受けの下、これもやっぱりスライスさせてちょっと短めに、これはこっちの前に来ると。これはちょっとカールさせたい、ちょっと癖をつけてあげる。ちょっと上げてこう滑り込ますと。あと若干
寂しいところ入れていきましょう。こんな感じですね。だいたいこう4種類、緑とメインのお花、脇役のお花、グリーン、ねじめですね。こんな感じで4種類入れると、最後ちょっとちょい足しですね。枝もう1本あるので、ちょっとにぎやかしにもうちょっと入れましょう。小枝が出てるところを使うときですね。これもだからちょっと あしらいみたいな意味合いで使う感じから、あんまりこれは下までつけない、下っていうのはそこまでねいけずに乗っける系ですね。いいですね。ピンポン菊は生け花にはいいですよね。方向がちょっとずれても見てられるというやつですね。花言葉は真実、君を愛する、そんな意味みたいですね。ブーケとかにもね使われたりしますね。ちょっと強すぎるか。ちょっとこう受けの古文的にね、入れてみます。いいんじゃないですかね。はい、ほぼほぼ計画通り来ましたね。流し、芯、受けと。お花の位置もいいですね。遠からず近からずみたいな感じ。ちょっと遠いかな。まあいいでしょう。ちょっと横からもチェックしますか。こういうことですね。横からここの真横から見た時にお花の位置がやっぱりこう揃わないということですね。今ここの前と、まあ、後ろですよね。花瓶のほぼ上に前に出てくる。こんな感じで前後の距離も出したいですね。こんな感じですね。計画通りに行きました。今日は基本的な投げ入れの生け花のご紹介をさせていただきました。ごちゃごちゃになってきて、先に入れたのが下にどんどん沈んでいってぎゅうぎゅうになっちゃうみたいなことがあるんですけど、そこをうまくこうほぐしながら伸びやかにやるってことですね。もう一回横から見ましょうかね。結構ふんわり入ってるの分かりますかね。お花とのお花の距離がちょっとずつあるっていうのが、やっぱり前から見た時も涼しげというか息苦しさがないというかね、そういう感じで仕上がるんじゃないかなと思いますので、チャレンジしてみていただければなと思いますので、はい、頑張ってください。